オリーニョ。今作における少女ポケモン枠です。小さなミニーブから若葉が芽生え、少しだけお姉さんになりました。頭にあるオリーブはまさにお団子結びにした髪の毛のようで、活発でありながらも女性を感じさせるポケモンは今作においても非常に貴重な存在です。おでこの広さはすなわち好んでくれる男性層と比例関係にあるため、丸い広めのおでこを持つオリーノの人気の高さは言うまでもありません。細い手足は実に頼り気がなく儚い印象ですが、弱々しい手足が精一杯動くということに男性は一種の言葉にできない熱情を抱くことができます。その時の発電力はサンダーをもしのぐそうで、発電中のトレーナーがポケモンになった姿がエルブーの進化前であるシコブーと言われています。オリーネのオイルは美薬です。ソーブレイズ。一見するとシコリティ要素のないポケモンですが、彼女を構成する様々な方程式を紐解けばもう元には戻れません。ポケモン図鑑によると、怨念の染みついた古い鎧により進化した姿とあり、実際のソーブレイズの鎧をよく見てみるとまさかの乳袋があり、女性用の鎧であることが確認できます。さらにグレンアルマががっしりとした体型なのに対して、ソーブレイズは手首や太ももが細くしなやかです。これはつまりどういうことかというと、女性騎士が無念にクッコロ展開により倒れ、そこにポケモンの命が宿ったということに他なりません。またソーブレイズの特性が砕けた鎧であり、そこへウミトリオが巻きつくを急所に当てた場合のみ発生する特殊エフェクトにより、トレーナーのメインウェポンはブーストエナジーし、絶頂のカタストロフィーです。彼女の堅牢な鎧がいつしか空やぶすることを信じ、今日もトレーナーはすごい特訓中です。ウミトリオ。パルデア地方において最もグロテスクなポケモンです。ウミトリオ単体ではただ下品で不愉快、お下劣、最低なポケモンですが、その存在だけでパルデアの全ての存在を R18 にすることができるという突出した能力を持っています。似たポケモンにダグトリオが存在しますが、あちらは色的にも大きさ的にもギリギリでしたが、満を持しての令和ポケモンにおいてまさかの一発経典超え、ある意味禁伝クラスのポケモンとなりました。絶妙な細さと長さ、勾配、そして何といっても赤という最悪の色、ピンクの任天堂が初手シコリュウの舞、そのまま男女全抜きの悪陰夢がトレーナーを襲うことでしょう。羽ばたく髪。ムーマの古代種のような姿ですが、ムーマと比較してもかなりやさぐれていることがわかります。目も真っ赤で寝不足だと推測できますが、ムーマの持ち味である妖艶さは失われておらず、むしろ古代種の方がよりムーマージのような大人っぽさも追加され、より戦場的になったと言えるでしょう。グッジョブです。名の通り美しい髪のような体の一部を持ち、その髪を自由に動かして感情表現をしますが、それがまたトレーナーの鉄のまたぐらをオーバーヒートさせることに定評があります。八重歯やジトメなどが細やかなフェチポイントなのもグッド。羽ばたく髪が大量発生するエリアゼロ中層部にはひらめくドスケベも大量発生するので、冒険には注意しましょう。鉄の武人。エルレイドの未来種のような姿ですが、メガサーナイトのようなスカートも合わせ持つため、性ポケモンの権威オーキドをもってしても果たして性的なのかどうか言葉を濁す謎のポケモンです。原種であるサーナイトは当然世界を代表するエチシの大やけどポケモンでありますが、おそらく未来ではサーナイトの存在が希少種となっており、その代替として製造されたのが鉄の武人であると考えられます。サーナイトの性的消費数増加がいかに危険水準であるかを改めて知ったトレーナーも多いはず。パラドックスポケモンということもあり、パルデアに生息する他の原種と比較しても温かみがなく冷たいイメージがありますが、サーナイトやマスカーニャによりギンギンにほてった体を鉄の武人の武人部分でクールダウンし、また夜のジム戦へと繰り出していく寒暖差シコループがパルデア環境を支配しています。マスカーニャ。パルデア地方における脅威のナンバーワンスケベポケモン。事前情報において進化前のニャオハはニャオハ・タツナがトレンドに入るほどの人気ぶりでしたが、結果的に立ってしまったのはトレーナー諸君という見事なオチのつけ方に、多くのユーザーが増田純一氏の才能に脱帽しました。仮面に隠された切れ長の目とタイツを思わせる緑色の下半身、挑発的な口角、あまりに上品すぎる尻尾とオスメスを問わずエロスを表現する技術はまさに時代の覇者ポケモンのなせる技でしょう。またピンク色の肉球は確実に性感体。そして問題となるのは、おそらくポケモン史上初となる鼠径部の実装。これを挑戦状と受け取る男性プレイヤーが後を絶ちません。マスカーニャという存在は
人とポケモンがモンスターボールではなくゴールドボールでつながる未来のハイドロエッジを暗示しているととある研究機関は発表しました。